はい、から万歳。今日のゲストは歌手のチェイミーさんです。さて、忘れないうちにですね、お知らせを皆様にお伝えしておきたいと思います。チェイミーさん情報でございます。まずですね、1月の26日、これ東京の方ぜひお越しください。中野ゼロショーホール、中野からちょっと行ったところにありますホールでございますが、はい、これ東京演歌ライブということで、チェイミーさんが出演されることになっております。その他にも岡優子さん、伊藤咲子さん、いろんなアーティストの方が出演されます。ぜひこちらの方もチケットの方をお買い求めください。私、山口ひろみちゃん大好きなんです。あ、本当に、うん、妹、うん、山口ひろみさんも出ておりますので、うん、ぜひよろしくお願いします。そしてですね、先週もちょっとお伝えした湯原雅之さんとのジョイントコンサート、思い出のヒットパレード、今よみがえる青春の日々という大変懐かしい、ポップスから演歌から昭和の歌全部歌っていただきますが、これは1月の22日、はい、一宮市市民会館を皮切りにですね、23、24と、そして2月の20日は安城市ということで、これ詳しくはホームページに載っておりますので、ぜひこちらの方も、岩原さんとのジョイント、これ面白いですからね、ぜひご参加いただければと思います。そして2月22日はチェユニの日。チェユニの日。いやー、やられた。やられました。今、私が言おうと思ったんだけど。あ、そうなんですか、今。もう、22日は何と言おうと思ったらやられちゃった。もう完璧思いましたね。2月22日、22日はチェユニさんの日でございます。東京の六本木スイートベージュの方で、ソロライブが行われますんで、新曲の雪はバラードのようにも歌いますんでね、ぜひ、皆様お越しいただければと思います。ローソンチケットはじめいろんなところでチケット販売されておりますので、ぜひ、お買い求めいただければと思います。はい、そして最後になりますが、昨年の12月15日に発売されました新しい CD 雪はバラードのように、今好評発売中でございます。ぜひこちらも素晴らしいバラードですので、聞いていただければと思います。たっぷりとお知らせをさせていただきまして、さて、こんなもういい、はい、でもいい感じですね。1月2月忙しくて、そうですね、はい、2011年、うん、でもね、10年単位ぐらいで、はい、なんか人間ってなんかこうなんか起こっていくような気、僕はするんですよ。うん、で10年、約10年ぐらい前にね、そうですね、レコード大賞新人賞を取って、はい、でなんかね、この2011年はね、今年いい、なんかいい感じするんですよね。いい感じするでしょ。します、自分もそうなのでしょ。なんかね、22でしょ、シェイミさん、うん、で2011でしょ、はい、ね、いいですから。なんかね、僕は今年シェイミさんの年のような気がします。うん、はい、今年でもどんな抱負を持ってますか。抱負っていうか、私の性格はですね、後ろを向かないんですよ。あ、いいっすね。前にもずっと進んでいくんですよ。だから今年もうまっすぐ前に進んで。あ、やっぱりくよくよしませんか、性格。そうですね、いいですね、性格。うん、なんか男っぽいって言われるんですけれども、うん、でもね、そう、それがいい。でも皆さん、うん、私切ない、あの女性心を歌ってますよ。まあこういうところはね、シェミさんの可愛いところですけど。何ですか。いや、あの前回はですね、うん、座右の銘って言って、あの目標としたりモットーとしている言葉を書いていただいたんですが、今年2011年始まったばっかりですから、はい、なんか今年の目標というか抱負を色紙に書いていただいて。私書くんですか。そうなんです。間違ったらどうする。あ、平気平気です。そうですね、日本語だからね。カタカナでもいいですよ。いや、あ、その太い方で書いてください。はい、わかりました。はい、でもね、立派ですよね。書けるかな。日本語が喋れて書けるようになるわけですから、僕らが韓国へ行ってね、10年生活して、果たしてそういうことできるだろうかと。前に、いやー、お上手ですよ、字が。あっ、出るかどうかわからないんですけどね。もう一本ある？うん、あ、いい感じ。進む。あ、いや、素晴らしいです。うん、うん、ね、これか。そうですね、はいはい、だからこれですね。あ、前進。あ、さすがさすが。あとサインをちょっと書いていただいていいですか。はい、もう芸能人の方ってこのサイン、これね、一応ハートなんですよ。あ、そうなんだ。チェユニって、でハートなんです。かっこいいですね。かっこいいですね、これ見てください。前に進む。前に進む。あとはカッコ、前進。
全身ね、倍にかっこ、すぐにかっこで全身、でもね、これよく漢字書けましたね自分で覚えたんでしょ覚えましたよ。さすがで、チェルミさんのサインってかっこいいですね、シンプルで。これね、一応ハートなんですよ。ああそうなんだ。でチェヨニって横文字。あとこう登ってますね、うん、登りますね。うん、これじゃダメ。ないです。ないないない。上に登ります、ね、こう、うん、尻上がりというか、これからどんどん良くなるね、良くなりますよ。もう縁起のいいサインでございますが、うん、ありがとうございます。そっか、前に進む、うん、じゃあ今年もこの言葉を豊富に、はい、そうですね。でも今年愛知県からあの地方ライブ始まりますが、うん、うまくいけば全国でしょ、これから。そうですね、私はですね、あの本当に皆さんとこう一つになる、うん、そういう空間が大好きで、はい、もうライブっていうのがものすごく好きなんですよ。で身近なところで皆さんの表情も全部見えてね、うん、それでもうこじんまりしたところでこう、まあ、大きい会場でやるっていうことも好きなんですけれども、うんうん、やはりこう皆さんとこう、ね、顔が見える範囲の、ね、笑ったり泣いたりっていう、うん、そういう空間が大好きなんですよ。だから、うん、まあ、大きいところでもやるんですけれども、うん、奇数月22日っていうのは恵比寿なんですけど、うん、アートカフェフレンズっていうところなんですけど、アートカフェフレンズ、あそこはですね本当に100人120人がギリギリギリ で、 いい感じですね。ちょっと飲みながらでいいんですか。そうなんですよ、飲みながら食べながらって、もう今 もう定着して、もう2年もやってますから、定着してもう立ち見っていうか、そんなに、うん、チケットがないっていう感じなんですけれども、まあ一、まあ、毎回毎回テーマを変えてシャンソンも歌ったり、あとは演歌も歌ったり、まあ男性ボーカルとか女性だけのボーカルとか、いろんなことをしてるんですよ。もうごじんまりして皆さんともうワイワイしながら一回見に来て。ああ、もうぜひぜひ行かせてください。恵比寿いいですね。お願いします。よろしくお願いします。喋りすぎちゃった。いや、とんでもないですが前へに進んでいくチェンギさん、3年ぶりにお会いいたしましたが、はい、本当にもう変わらずに、ありがとうございます、本当いつもいつも元気をこちらの方がいただいて、よろしいでございます、本当に2週間にあたりチェンギさんありがとうございます。いや、こちらこそ、ありがとうございます。また呼んでください。ぜひぜひ。あと3年後。いや、ノー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 、また年末お願いしますね。紅白の前ぐらいにぜひ来ていただければと。よろしくお願いします。本当どうもありがとうございました。はい、毎回ご案内しておりますが、はい、からトップページの左上にポストのマークがございますのでクリックしてください。この番組へのご意見ご感想などメールすることができます。メールの方もお待ちしております。でもですね、先ほど紅白って言いましたけどね、はい、あの去年、うん、あのシャンソンの文子さんがね、はいはい、あの前もっともうちょっと売れない、もうちょっとこんなになる前にこの番組出ていただいたことあって、うん、あ、そんな話してたんですよ。そうですか。じゃあ私今年大丈夫かも。だから分かんないですよね年末この雪やバラードのように。私久美子さんとよく仕事をしてるんですよ。あ、優しい方ですよね。ものすごくいい方で、ね、自然体でね、うん、あ、ですからね、ぜひまたあの31日より前に、はい、お呼びしようと思っております。わ、はい、かりました。ぜひ遊びに来てください、はい、どうもどうもありがとうございました。ありがとうございました、皆さん、それではですね、次回は1月21日になります。この番組でまたお会いいたしましょう。それでは皆様、さようなら。雪が降る山。
注いでみたわ。悲しみが深く胸に積もる、まるでバラードのように。雪が